ミニ四駆超速グランプリ。いよいよレースが始まります。それでは参りましょう。シグナルに注目。戦いの火蓋が切られた。まずトップに出たのは1コースマグナム。2周目に突入。この後の展開はどうなるのか。3周目に突入。独走態勢となっていくのか。レースも残すはあと2周。どこ周回遅れでリタイアだ。1コース最後の1周に入った。速いぞ、速すぎるぞ。1コースぶっちぎりのゴールイン。コース上は残り1台。どのマシンも素晴らしい走りだったぞ。OK、 それでは行きましょう。シグナルに注目。各マシンが一斉にスタート。まずトップに出たのは1コースマグナム。1周目を終えてトップは1コース。後ろに続くのは5、3、4コース。レースも中盤戦。後ろのマシンはこのリードを縮めていけるのか。4周目に突入。ラスト1周。1コースぶっちぎりの速さでゴールに向かう。1コースぶっちぎりのゴールイン。コース上は残り3台。このマシンも素晴らしい走りだったぞ。今回出場するマシンはこちらです。それでは参りましょう。シグナルに注目。4台での激戦が始まった。まずトップに出たのは1コースマグナム。2周目に突入。この後の展開はどうなるのか。3周目に突入。独走態勢となっていくのか。4周目に突入。ファイナルラップに入った。トップが最終セクションを抜ける。1コースぶっちぎりのゴールイン。
1コース。素晴らしい走りだったぞ。トップは1コース、ソニック、かなりのリードを保っているぞ。
マシンがどんどん加速していく。イチコストーリー、見事勝利したのはイチコス。